YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。京一郎です。私買いました、カップヌードルですね。日清のオンラインストアで買える、はい、変わったものを買いました。ほう、なので京ちゃん見てもらおうと思って、はいはいはい、みんなで見ていきましょう。これ1つ目、はい、紙2つ目、紙3つ目、紙。何ですかねこれ、タオル、 T シャツか。いや俺着れないやん、かわいい。一応絵買ったんだけど、いや着れないやんこれ。ちょっと着てみて、カップヌードルを食べてる風の T シャツ、絵が見たい。何が、いや、やぶける、やぶける、やぶける、脱いで脱いで脱いでいいよ、ごめんて、脱いで、やぶける。それチャレの服にするの、カップヌードルを食べてる T シャツなんですよ。じゃあ次行きますよ。はい、紙袋でございます。紙袋売ってたの、カップヌードルにお湯を入れながら物を持ち運べるんですよ。あれだね、独特な世界観が。そうだね、これ街で持ってる人いたらもういつもの2種類入ってるね。ネクタイと何ですかこれは。ネクタイと手ぬぐい、うん、手ぬぐい。これはあの日清どん兵衛の、どん兵衛の手ぬぐい、ちょっとかっこいいじゃん。ちょっといいよね。あ、後ろキツネちゃんが、かわいい。父ちゃんの頭に巻くようにしよう。まあ昔ね、俺その警備員で外仕事してた時は手ぬぐい、ま、毎日使ってましたからね。え、かわいい。ゾンビ嫉妬の化身来たでしょ、レイカのかわいいに反応して、うん、なんだっつって。そう、俺よりかわいいやつがいるのかと、ちゃんとリリーに謝んないとね。かリリちゃんが一番可愛いです。大変申し訳ございません。あ、いいね、似合う似合う、キョウちゃん似合う。いや、で、これがネクタイです。カップヌードルを食べてる風のネクタイ。ダダ漏れになるよね。本当はその裏地が前に来てて、あ、こういうこと。そう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 、普通のこういうネクタイなんだけど、うん、うん、そう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 、こういうこと。そう、会社で普通にこうやってやってて急にペロンってできるみたいな。飯どうですかみたいな。面白いね。ね、これかわいいでしょ。まあ、僕ネクタイすることないんですけどね。次、お、なんだこれ。なんか、前もなんか買ったような、買ったような気がするような、なんか入ってたような気がするね、うん、特にこれ、見覚えあるね。それはね、メモ帳ですね。メモ帳、かわいいね。かわいいでしょ、うん。こいつどんだけカップヌードル好きなんだって。ハローキティ。ではキティさんが謎肉キティちゃんって言って、謎肉になっちゃったキティちゃん。神奈川県は謎肉生産量世界一。可愛いでしょ謎肉キティちゃん。キティちゃん何でもやるな。あとちなみにメモ帳はこんな感じで一枚一枚。好きねー、こういうの。そう、具材クラッカー、カップヌードル。そう、クラッカーやる。カメラに向かってどうぞ。あ、この中でやろうかなって思ってた。お、なんだ、謎肉キューブ。謎肉の、ルービックキューブ。誰得やねん。しかもめちゃめちゃ難しい。断面違うわ。そうなの。ちょっと違うんですよ、こっちとこっち。かわいい。全面違いますね。これはリリちゃんのやつかな。そうだね、リリ用のおもちゃ。かわいい。ちょっと開けて開けて。リリコちゃん、じゃあちょっとこのクラッカー、はい、クラッカー、なんかこのクラッカーは、うん、カップヌードル。うわ、これが多分この黄色が麺なんじゃないかな。お、本当にまんまですね。具材拾ってくるわ。具材っぽいイラストのやつが入ってる。はい、これが散らばる。散らばります、はい。かわいい、ね、卵みたいなのが散らばるよ。いい感じ、散らばるよですね。お、それがラストかな。なんだろう、カップヌードル。あ、カップヌードル、カップヌードル。たまにはいいじゃん。これかわいいな、多分ね。あ、スタンダード、かわいい。シンプル、結構でかいぞこれ。着てみる。着れそうだよね。着れそうな、今日着れそうな気がする。あると思います。ニコロンって書いてあるね。ニコロン、あの藤田ニコルさんの服のブランドとコラボしたやつなんですね。へー、あ、無理だ。あ、無理か。じゃあ以上ですか。いえ、
最後にこちらを、おー、なんですかね、なんかでかいのが、こちらを開けてもらおうと思いまして、じゃあ私が出しますね。はい、はい、それでは目を開けてください。どうぞどうぞおめでとう、きょうちゃん。カップヌードルミニのブーケです。はい、カップヌードルブーケが売ってたんですね。これ有名ですよね。中にいっぱい入ってんだよね。ね、これ普通に嬉しいなと思ってもらったら、下もがっつりとのさがる。あ、ほら、わー、かわいい。え、こうなってんだ。さらに、わー、ちゃんとお花に見立ててるんだね。え、かわいい。さらに、かわいいね。はい、こちらで以上でございます。私が見せたかったものが、カップヌードルオンラインストア限定のやつをいろいろと買ってみました。どうですか、キョウちゃん、お気に入りはありましたか？まあ、謎肉キューブ、あとネクタイとか面白いなって思いましたね。あと今つけてるこのどん兵衛のこの手ぬぐいとかも普通に好きな人が好きなんじゃない？皆さんも気になる方がいましたら、アカウントとか必要なの？必要。なんか登録してなんか買うみたいな感じ。これは案件？案件じゃないんですよ。案件だったらいいな。まあ概要欄の方にじゃあサイトですか？うん、載っけときますんで。はい。皆さんもなんかこうネットサーフィンがてら見て、ね、気になるのを見て買い物してみてはいかがでしょうか。はい、以上、キャちゃんな日清カップヌードルオンライン、うん、オンラインストア実録これがレイカの気になるオンラインストアの実録。みんなもまたキャちゃんの動画見るんじゃぞ。はい、せーの、バイバイ。これすごいね、この超かわいい、この子はいいね。きょうちゃんの朝ごはんと、ご飯は小型のナイトと